皆さんこんにちは。本日はこれから始める単体テスト改善に向けた第一歩 JNIT 編のセッションにご参加いただきありがとうございました。早速ですが自己紹介です。私は SIR で10年ほど開発を経験した後、今の会社で海外ツールである J テストやドットテストの販売支援、技術支援を担当し、開発現場の効率化や品質改善に向けた提案などを行っております。暑さとゴーヤが苦手なんですけれども、最近はオクラにハマっているちょっと変わった沖縄人です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは初めにこのセッションの内容です。目的は JNIT を知ってもらい、品質改善の一つとして活用してほしいなと考えております。今更感のあるツールではあるんですけれども、企業に訪問した時にもですね、開発で導入したいんだけれども有識者が少ないんだよねとか、開発メンバーへの JNIT の教育がとっても大変なんですよっていうようなですね、これから導入を検討したりとかですね、勉強を始める方もまだまだいるなと思いましたので、そこでですね、今回 JNIT についての私の知識を共有して開発で役立てていただけたらなと考えております。主にですね、テストコードの内容周りをですね、中心に説明しようかなと思います。要注意なところであるんですけれども、私がですね、独学や現場で学んだ知識になりますので、もっとこういうふうにした方がいいんじゃないのとか、こういうふうなコーディングした方がいいんじゃないのとかですね、いろいろご意見はあるかもしれませんが、一つのですね、やり方として参考にしていただければなと考えております。はい、今回の目次になります。1で JNIT とはどのようなものなのかを、簡単に説明を行い、2と3ではですね、 Eclipse を使用しながら JNIT の使い方やこうするともっと楽になるよなどのですね、デモを行います。4でまとめを行い、5でですね、最後に軽くお話をして終了というような流れになります。それではまず最初に JNIT とはどのようなものなのかといいますと、一言で言うと Java 用のテスティングフレームワークです。そして、Java 開発のですね、単体テストを効率よく実施するためのものですよということになります。主な特徴としてはテストコードが作成しやすくなる、テストコードを実行することが可能、繰り返し実行することも可能で、テスト結果から期待値の検証やカバレッジを記録することができるなどがあります。イメージとしましては、設計書やソースから JNIT のテストコードを作成し、作成したテストコードを実行、実行結果を確認する、また作成したテストコードは繰り返し実行することが可能というようなイメージになります。 JNIT を使うことで回帰テストやテストの実行を自動化し、工数削減に活用したり、テストコードから仕様やプログラムの把握に利用したり、問題の早期発見が期待できるため、後続テストの手戻りを防止できたりなどなど、良いこともあれば、その一方で、JNIT を使用するには、関連ツールやライブラリーの知識が必要になったり、テストコードの実装には、プログラムを作成することと同等以上の時間がかかったり、JNIT の仕組み上、画面表示部や GUI と密接に関わる処理や、欠コードが高いコードはテストがしづらく、向いてないテストがあるなど、良くないこともあります。と、このような話を聞いてしまうとついついマイナス面に目が行きがちですが、まずは JNIT を使ってから判断してみてはいかがかなと思いますので、JNIT を使ってみようということでですね、私の方で Eclipse を使いながら JNIT のデモをお見せしたいと思います。まず説明環境ですね。今回は JUnit の4を使用して、作成していきたいなと思ってます。最新版としてはですね、JUnit 5などもあるんですけれども、今回はですね、ちょっとパワーモックを使用してみようと思ってますので、パワーモックがですね、JUnit 5をサポートしてなさそうなので、JUnit 4の方で進めてみたいなと思います。カバレッジを生成するツールとしては Eclipse についているエクリマを使用しようと思います。それでは JNIT の基本的な利用の流れということでですね、デモの方を進めていきたいと思います。
はい、ではですね、エクリプスの画面表示しましたので、じゃあこの画面を使ってですね、JUnitのテストコードの作成から実行までの流れをご説明していきたいなと思います。はい、まずテスト対象のメソッドですね、指則演算用のメソッド、カルクメソッドになっておりまして、引数が3つあります。1つ目がですね、 OP 指則演算の内容になってまして、1の場合が足し算で、2の場合が引き算で、3の場合が掛け算で、4の場合が割り算、それ以外が0という形になります。で、2つ目の引数がその指則演算のですね、左側の計算値で、3つ目が右側の計算値になります。はい、ではですね、テストコードを作成していきたいと思います。テスト対象のクラスを右クリック、 New の Other を選択して、Java フォルダの中にある、下のですね、 JUnit を開きます。で、 JUnit テストケースを選択し、 Next を押します。はい、で、今回 JUnit4 なので真ん中にチェックをつけて、で、生成内容ですね、正しいことを確認して Next を押します。で、テスト対象のメソッド、カルクメソッドを選択して、フィニッシュを押しますと、はい、テスト対象のですね、テストコードのクラスが作成されます。はい、テストクラスが作成されたことも確認できましたので、ではですね、もう中身の方、ショートカットで読めたいと思います。はい、読めましたよ、と。はい、ではですね、テスト対象のメソッドできましたよ、と。で、メソッドの上にあるアットマーク、アノテーションのテストがですね、はい、テストメソッドですという意味です。で、テストクラスの、インスタンス化。で、その下がですね、テスト対象のメソッドが呼び出されています。で、その引数ですね、上に定義してまして、今回じゃあ加算のケースを、テストのコードを作成したいと思います。はい、ではですね、戻り値、5+3 は、8を期待しますよということでですね、期待値の8を定義して、で、2つ目の引数に、リザルトの値を設定いたします。はい、ではですね、実行していきましょう。右クリックのカバレッジアズの、JUnit テストをクリックします。はい、テストが実行されましたよと。はい、ではですね、ちょっとカバレッジの方を見ていきたいと思います。はい、こちらですね、はい、JUnit サンプルの中の、Java の、はい、こちらですね、軽くメインのクラスが、カバレッジ取れていることが確認できたかと思います。で、中身見ていきましょう。はい、緑色の部分ですね、カバレッジが網羅できたことを示す内容です。はい、で、加算のケースが確認できたかと思います。で、赤色の部分がですね、カバレッジ今回実行されなかった部分になります。はい、それではですね、減算のテストケースを追加していきたいと思います。1つ目に作成したテストメソッドをコピーします。はい、追加しましたと。で、2つ目のメソッド名の後ろに連番を打って、はい、減算の、引数を設定いたします。はい、2を設定いたします。で、値をですね、10-4ですね。で、期待値は、6と設定いたします。はい、それではですね、テストコード実行していきたいと思います。はい、テストクラスを右クリック、カバレッジアズの JUnit のテストですね。はい、正常に終了したことが確認できました。はい、それではですね、テスト対象のメソッドを確認してみますと、はい、先ほどですね、減算の部分赤色のマーキングでカバレッジが取れていなかった部分がですね、緑色のマーキングに変わってカバレッジが取れていることが確認できたかと思います。はい、以上がですね、 JUnit のテストコードの作成と、まあ、実行のですね、まあ、基本的な流れになります。はい、ちなみにですね、このようにコマンドプロンプトからですね、コマンドを実行することで、Eclipse 以外からもですね、テストコードを実行することができるようになります。テストの自動化にもですね、活用することが可能となっております。はい、それではですね、続いて JUnit のちょっとしたテクニックということで、続きましてはパラメーター化、プライベートのメソッド、モック化といったところのですね、テストコードの書き方をご紹介したいと思います。はい、それではですね、パラメーター化について説明の方を進めていきたいと思います。
はい、テスト対象のメソッドはですね、先ほどと同じ四則演算用のメソッド、カルクメソッドを使用していきます。はい、こちらのメソッドですね、テストパターンを作成するとなると、加算、減算、乗算、除算とですね、最大、最小とか、はい、複数のですね、テストパターンが必要となります。そうなるとですね、JTest のテストコードもそのテストパターン分ですね、あのメソッドを作成していかないといけなくなります。そうしますとですね、仮にあのテスト対象のメソッドに修正が発生した場合、テストメソッド全てに対してですね、修正を行わないといけなくなりますので、非常にですね、メンテナンス性が悪くなります。それを解消するためにですね、今回、パラメーター化の機能をちょっと使用していきたいと思います。はい、こちらですね、パラメーター化を利用したテストコードになります。ではですね、内容について説明していきたいと思います。まずですね、今回新しく別のライブラリにですね、JUnit パラムズを使用しております。で、実行用のクラスもですね、パラムランナーズを使用しております。はい、中身の方はですね、先ほどと同様にテスト対象のクラスのインスタンスがメソッドの読み出し、あと期待値の確認用のアサートも用意しています。で、今までと違う点としては、こちらパラメーターズのアノテーションが追加されております。で、中身を見ていきますと、メソッドですね、テストカルクパラメーターズが呼び出されております。中身を見ていきますと、下の方ですね、こちらのメソッドを呼び出していることが確認できるかと思います。はい、ではこのメソッドの中身見ていきますと、テストデータですね、3パターン分用意されております。まず左からですね、必須1つ目が計算内容と、で2つ目3つ目が計算値の内容で、最後の4つ目の方がですね、期待値の値を設定しています。で、今回ですね、加算、減算、乗算3パターン分用意しております。はい、ではですね、実際どのような動きになるのか説明しますと、こちら、テストカルクパラメータで設定している内容をすべてこの引数で受け取って、テストデータの件数分ですね、繰り返し実行されるというような動きになります。それでは実行していきたいと思います。正常に終了したことが確認できたかと思います。結果を見てみますと、はい、こんな感じですね、3回分あのテストが実行されたことが確認できたかと思います。はい、ではですね、テストの対象のメソッド見てみますと、加算、減算、乗算分3つ分ですね、テストが実行できたことが確認できたかと思います。このようにですね、パラメーター化を利用することで、テストコード自体もですね、シンプルに作成することができますし、仮にですね、テスト対象メソッドに修正が発生したとしても、最小限のですね、メンテナンスで済むことができますので、ぜひですね、この機能を活用していただきたいなと考えております。はい、それではですね、続きまして、プライベートメソッドのですね、テストコードの書き方について説明していきたいと思います。サンプルのコードですけれども、こちらですね、先ほどお見せしたメソッド、パブリックからプライベートに変わっているだけの、状態にしております。はい、通常ですとですね、プライベートメソッドを呼び出すことができませんが、テストコード書くとどのようになるか、ご紹介していきたいと思います。はい、テストコード完成版切り替えていきます。はい、こちらですね、テストコードになります。では中身の方をちょっとご説明していきたいと思います。まずですね、テスト対象のクラスのインスタンス化と、そのインスタンス化したクラスからですね、テスト対象のプライベートメソッドを取得します。で、こちら選択している部分ですね、プライベートメソッドの名前を指定いたします。で、こちら次の部分がこのメソッドの引数ですね、今回はですね、イントクラス3つ分ありますので、このような定義になります。で、続いてこちらですね、おまじないみたいなものですね、プライベートメソッドにアクセス許可しますよというような書き方になります。はい、続いてこちらですね、取得したメソッドを、リフレクションで呼び出しますよと。で、テスト対象のクラスを指定して、で、その後ろがですね、メソッドの、引数に設定する内容になります。はい、今回もですね、加算のケースを設定しております。 5+3 は、8という期待値になるテストケースになります。
はい、それではですね、実行していきたいと思います。テスト対象クラス右クリックして、チェーンとテストの実行、はい、テストが正常に終了したことが確認できたかと思います。それではですね、結果の方も見ていきたいと思います。はい、呼び出したですね、プライベートテストどうなったかと言いますと、こちらですね、はい、加算の部分がですね、グリーンのマーキングがされて正しくカバレッジが取得できたことが確認できたかと思います。はい、以上がですね、まあ、プライベートメソッドの実行の流れとなります。はい、パワーモックを使ったパブリックメソッドのモック化をご紹介します。テスト対象のソースは先ほどの軽くメソッドを一部修正しております。加算と減算を、修正しており、別のクラスであるカルクサブの中にある doAt、doSub のメソッド内で処理を行うように修正しております。カルクサブのクラスはプライベートフィールドでインスタンス化して定義しています。はい、カルクサブのクラス内を見ていきたいと思います。はい、doAt メソッドの方はですね、未作成ということで、エクセプションをスローしています。で、doSub メソッドは、減算の処理を実装しています。で、今回はですね、この、doAt のメソッドを、モック化していきたいと思います。それではですね、テストコードを作成していきたいと思います。はい、テストコードの作成が完了しました。はい、それではテストコードの説明に移ります。ポイントとしては今回パワーモックを使用しますので、インポート文にですね、パワーモックを定義します。で、ランウィズのアノテーションで、パワーモックランナーが実行されるように定義をします。で、プリペアフォアテストは、モック化対象のクラスを定義。続いて、メインとなるテストコードのメソッドです。こちらのポイントとしては、カルクサブクラスを、パワーモックのモックメソッドでモック化します。ホワイトボックスの定義では、モックに置き換える変数名を指定します。カルクメインクラス内で定義されている、カルクサブクラスのプライベート変数名をモック化したカルクサブに置き換えるという内容を追加します。モック化したメソッドの戻り値を設定します。スタブですね。パワーモックの doReturn when を使用します。 when には戻り値を指定したいメソッドを定義します。で、モック化したカルクサブクラスの doAt を指定します。で、3つ目の引数には doAt メソッドの引数の型を定義します。doReturn には doAt メソッドが呼ばれた時の任意の戻り値、今回は10を設定します。はい、テスト対象メソッドの実行の部分ですね。引数には、はい、こちらですね、今回は、加算の処理のテストを実行しますので、引数1つ目を1で、2つ目3つ目を10+4にします。で、本来14が期待値になるのですが、今回、モック化したメソッドの戻り値10を設定してますので、期待値に10を設定します。それでは、テストコードを実行します。はい、実行が終了しましたね。はい、何かおかしいですよね。私が一番ハマったところなんですけれども、はい、テスト自体はですね、正常に終了しているみたいなんですけれども、カバレッジがですね、うまく計測できてないんですよね。これがですね、まあ、パワーモックと、まあ、エクリマとかですね、まあ、ジャココとかのトワルバージョンで発生する問題かはちょっとわからないんですけれども、パワーモックを使ったテストコードを今までのようにですね、JUnit で実行するとこのようにですね、なんか、カバレッジが計測できないみたいです。で、計測するためにはですね、Java エージェントを使用してパワーモックをですね、ブートストラップしないと、なんかカバレッジを計測することがなんかできないみたいですね。で、これ以上はちょっと、すいません。私の知識ではですね、説明できる自信がありませんので、一旦正しい解決方法かはわからないんですけれども、私の方でですね、対応内容をちょっとご紹介しながら、引き続きですね、モック化について説明を続けていきたいと思います。はい、それではですね、対応方法を紹介します。はい、まず最初にですね、まあ、ビルドパスのコンフィグから Java ファイルを追加します。はい、右クリックのビルドパスのコンフィグを選択して、ライブラリーズタブの方にですね、事前にちょっとダウンロードしている、
ジャーファイルを2ファイルですね追加します。はい、この2つですね、はい、で選択して追加します。で搬入をして閉じます。続いてですね、テストコードを修正していきます。はい、修正後のソースになります。修正した箇所はですね、2箇所になりまして、1箇所目がですね、パワーモックランナーからの実行コメント、で2箇所目がこの選択している部分の追加です。パワーモックエージェントの初期化を追加と、あと JInit の共通処理の設定としてルールアノテーションにですね、パワーモックルールクラスを追加します。でパワーモックエージェントの初期化はですね、なくても動くみたいなんですけれども、なんか場合によってはですね、動かなくなるみたいなので、とりあえず追加しています。はい、で続きましてですね、 JInit のテストコードの設定を、修正します。はい、テスト対象のですね、設定ファイルのアーグメンツタブを選択して、その下にあるですね、 VM エージェントの内容に、この2行を追加します。でジャーファイルはですね、先ほどビルドバスに追加したジャーファイルの一つになります。で内容を反映してなんとします。はい、これでですね、準備が整いましたので、はい、テストコードの方をですね、実行していきたいと思います。はい、どうなるでしょうか。はい、テストが正しく実行できたことが確認できたと思います。でカバレッジの方も正しく計測できたことが確認できましたね。はい、ではですね、実行クラスの方も確認してみたいと思います。はい、軽くメソッドクラスの加算処理が実行されていることが確認できます。で続いて、アットメソッドのカバレッジを見てみましょう。はい、見てみるとですね、モック化したことによりカバレッジが取得できてないことが確認できたかと思います。はい、以上がですね、パワーモックを使ってパブリックメソッドをモック化する流れになります。それでは先ほどのソースコードを使用して次の説明を行います。次はプライベートフィールドに定義している軽くサブクラスをコメントアウトして、そのクラスをですね、テスト対象の軽くメソッド内で定義します。今回はこのメソッド内でインスタンス化されたクラスのモック化をご紹介します。はい、まずですね、テストコードを変更を加えずに、一旦実行してみたいと思います。はい、実行は終了しましたね。テストは失敗になっており、モック化の定義を行ったところで、エラーになっていることが確認できたかと思います。それではですね、テストコードを動くように修正したいと思います。はい、修正が完了しました。修正した箇所はですね、1箇所になります。まずですね、ホワイトボックスの定義を when new の、全リターンに変更しています。内容としては、軽くサブクラスが new されたときにですね、全リターンで定義している軽くサブクラスのモックを返しますよという内容になります。それでは実行していきたいと思います。はい、テストは正しく実行できたことが確認できましたね。では実行クラスの確認をしていきます。はい、軽くメソッドの、クラスのですね、加算処理が実行されていることが確認できましたね。で続いて、サブクラスです。 doAt メソッドのカバレッジを見てみると、モック化したことにより、カバレッジが取得されてないことが確認できたかと思います。以上がですね、インスタンス化されたクラスのモック化になります。続きまして、同じソースコードを流用して次の説明を行います。はい、軽くメインクラスは特に変更はありません。それでは軽くサブクラスを見ていきたいと思います。違いとしては、doAt メソッド内の、
セプションをスローしていた箇所をコメントアウトし、代わりにですね、別のメソッド、do テストの呼び出しを追加しています。で、do テストメソッドは下の方に定義しているメソッドで、ポイントとしてはプライベートメソッドになります。今回はこの do テストメソッドを mock 化していきたいと思います。それでは先ほど作成したテストコードを開いて修正していきたいと思います。修正する箇所は2箇所で、1箇所目が doReturnWhen で定義しているメソッド名を今回の mock 化対象のメソッド doTest に変更します。で、2箇所目が powermock の mock メソッドを変更します。で、mock メソッドをですね、使用すると指定したクラス内の全てがですね、mock 化されてしまいます。そうなってしまうと doAdd が mock 化されてしまい、 doTest メソッドの呼び出しを確認することができなくなってしまいます。doTest メソッドだけをですね、mock 化できるように変更定義したいと思いますので、変更内容は mock メソッドを spy メソッドに変更します。引数もインスタンス化されたクラスを設定するように変更します。こうすることで下の方にある doReturnWhen で定義しているメソッド以外、 doTest メソッド以外は mock 化されなくなります。それでは実行していきましょう。はい、テストは正しく実行できたことが確認できました。はい、では実行クラスの確認を行います。軽くメソッドクラスの加算処理が実行されていることが確認できます。続いて doAdd メソッドのカバレッジが継続されていることも確認できましたね。mock化されてませんね。そして、doTest メソッドは、はい、mock化したことによりカバレッジが取得できないことが確認できたかと思います。以上がプライベートメソッドの mock 化になります。はい、mock 化の最後のデモはですね、 powermock を使ったスタティックメソッドの mock 化をご紹介したいと思います。テスト対象のソースはですね、軽くメソッドを一部修正しております。乗算と、除算を修正しており、別のクラスであるですね、軽くサブクラスの中にある doMal と doDiv のですね、スタティックメソッドの中をですね、呼び出してその中で処理を行うように修正しております。ではですね、軽くサブのクラスの中を見ていきたいと思います。はい、doMal のですね、メソッド、スタティックメソッドになってまして、はい、こちらですね、未作成ということでエクセプションをスローしています。doDiv のメソッドもですね、スタティックメソッドになっておりまして、こちらはですね、除算の処理を実装しています。今回はこの2つのですね、スタティックメソッドを mock 化していきたいと思います。それではテストコードを作成します。はい、テストコードの作成が完了しました。ではですね、テストコードの説明に入ります。ポイントとしては、今回も powermock を使用しますので、今までの mock 化と同様の定義を追加しております。今までと違うところとしては、軽くサブクラスを powermock の mockstatic メソッドで mock 化したところになります。引数には mock 化対象の軽くサブクラスを定義しております。スタティックメソッドの mock 化の一番のポイントは、mock 化したメソッドの戻り値を定義するところにあるかと思います。戻り値を設定している doReturnWhen の定義を確認してみましょう。今までと違うところは、when に mock 化したいメソッドのクラス名のみ定義しているところです。doReturn は今までと同じように、mock 化したいメソッドの戻り値を定義します。今回は90を設定します。では、mock 化したいメソッドはどうやって定義するかというと、戻り値を設定した後に直接スタティックメソッドを呼び出すように定義します。注意点としては、メソッドの引数に設定する値になります。これは、この引数に設定した値でメソッドが呼び出された場合にのみ、スタブの戻り値を返すという定義になります。今回はどのような値が設定されても、スタブの値を返すように設定したいため、にほにゃららメソッドですね。ルーマルメソッドの引数の方はイント型なので、にイントを定義します。続いてもう一つのメソッド、doDiv も mock 化していきます。戻り値は10を設定します。
いてテスト対象のメソッドの呼び出しです。最初は乗算ですので奇数の値ですね、3にして、2つ目3つ目を 10×2 の20という風になるんですけれども、今回目化したメソッドの戻り値が90ですので期待値を90に設定します。続いて乗算の処理ですので1つ目の引数に4を設定します。で2つ目3つ目に10と2を設定し、10÷2で5になるんですけれども、今回スタブでですね10を設定してますので期待値に10を設定します。それではテストコードを実行します。はい、テストは正しく実行できたことが確認できましたね。それでは実行クラスを確認していきたいと思います。軽くメソッドクラスの乗算と除算処理が実行されていることが確認できます。続いて軽くサブクラスのカバレッジを見てみると、モック化したことによりカバレッジが取得できてないことが確認できたかと思います。以上がスタティックメソッドのモック化になります。はい、JUnit の作業をもっと簡単にということで、 JUnit のテストコードを作成するにはどうしても時間がかかってしまいます。そこでとあるツールを使用してみると、テストコードの作成から実行まで短い時間で行うことができましたので、皆さんにサクッとツールの動きをご紹介していきたいなと思います。はい、Eclipse にですねとあるツールを実装した画面になります。テスト対象のメソッドも先ほどのデモで使用していた四則演算の軽くメソッドを使います。それではテストコードを作成します。はい、左下の通常リンクをクリックするとテストクラスが自動で生成されました。ソースの内容もすべて自動で生成されておりますので、テスト実施者は引数に値を設定して、今回は加算のケースで 5+3 は、期待値を8を設定します。そしてテストコード実行も、はい、下側のですね実行ボタンを謳歌するだけで実行することができます。テストが正常に終了したことが確認できました。カバレッジもツール専用のビューワーがありますので、そこから確認します。はい、すべて展開します。テストメソッドのカバレッジが 100% になっており、テスト対象クラスのカバレッジは 46% になっていることが確認できると思います。テストメソッドの中身を見てみると、加算の処理がですね緑色のマーキングでカバレッジが計測できていることが確認できたと思います。減算から除算のケースは赤のマーキングでカバレッジが計測できていないことが確認できたと思います。はい、とても早くできましたよね。ではもう少しスピード感が分かるように別のメソッドで比較していきたいと思います。こちらのメソッドはデモのスタティックメソッドのモック化に使用したメソッドです。同じようにとあるツールでモック化のテストコードを作成したときと、あと別ウィンドウですね、これから立ち上げます。はい、手打ちでですねテストコードを作成した時の状態を比較してですねスピード感を見てもらえたらなと思います。手打ちの方はちょっとフライング気味で作成が進んでおりますが、ツールを使用する方も作成を進めてまいります。はい、ではですね下の方のビューワーからテストケースの追加リンクを押して、設定そのままでですね OK ボタンを押します。はい、テストクラスが、作成できたかなと思います。はい、左側ですねクラスが作成されており、テストコードもですね自動的に生成されていることが確認できます。はい、ではですね、今回テスト対象の引数を設定します。今回は乗算ですので、3を設定して 10×3 ですね。通常であれば30が期待値になるのですが、今回ですねパワーモックでモック化してますので、はい、ドゥーマルのですねメソッドの部分、こちらのスタブの値を、今回はですね90を設定します。はい、ということで、期待値の部分も90を設定いたします。はい、これでですね、テストコードの作成が完了です。右下はまだ作成中ですね。では実行していきたいと思います。はい、実行が終了しましたね。結果の方も正しく取れていそうですね。じゃあカバレッジの方を見てみますと、カバレッジも正しく取得されているかなと思います。今回のもう一つのポイントとしては、パワーモックのデモで発生していたカバレッジが取得できない問題も Java エージェントを用いたですね実行を行わなくてもツール専用のビューワーからカバレッジを取得することができております。
ではですね、テスト対象のメソッドの中身を見てみますと、はい、今回ですね、乗算のケースが正しくですね、カバレッジが取得されていることが確認できるかなと思います。では軽くサブクラス見てみますと、今回目化してますので、カバレッジが取得されていないことが確認できるかなと思います。はい、ということでですね、はい、まだですね、今、右下の部分のスタブを設定しているところなんですけれども、まあ、この後大体2分ぐらい、時間かかったかなと思います。はい、ということで、GInitを使う際はですね、ツールを使わずに使用するのも良いとは思うんですけれども、ツールを使用することで、作業時間を短縮することも可能になりますので、効率化できるツールを作成したり、今出回っているツールを使用することもありなのかなと思います。それではデモは終了でまとめに入っていきたいと思います。本セッションでは最初に JNIT とはということで、Java 用のテスティングフレームワークであり、単体テストを効率よく実施するためのものという話と、主な特徴としてテストコードが作成しやすくなる、テストコードを実行することが可能とか、ライブラリーなどを使用することで期待値の検証やカバレッジを記録することが可能などがあり、その中でもですね、メリットとして回帰テストの利用やテストを自動化したり、デメリットとしては JNIT の知識が必要で、まあテストコードの作成に時間がかかったりといったところをですね、ご紹介していきました。その後に実際に JNIT の動きを見て良さや悪さを判断してもらいたいと思い、デモの中でテストコードの基本的な書き方から実行結果の確認の流れと、ちょっとしたテクニックということでパラメーター化、プライベートメソッド、目化のテストコードの書き方や私のハマったところも含めご紹介させていただきました。ということでですね、皆さん JNIT に対して何かしらの参考になる発見はありましたでしょうか。個人的に JNIT を使用した上で一番感じたことは、正直日本語で使い方をまとめているサイトや書籍が少ない、あっても情報が古いということもあり、 JNIT の問題に直面した時に解決策を見つけることが大変だなと感じました。そのことを踏まえて JNIT を開発で導入する上で注意してほしいこととしては、事前に JNIT で対応する内容や対応しない内容を切り分け、例えばどのメソッドでテストコードの作成対象にするか、目化はどの段階まで行うを行った方が良いのかなと思います。またバージョンによって思った通りに動かないこともありますので、事前に使用するバージョンやライブラリーの相性を把握した方が導入後の問題を最小限に抑えられるのかなと思います。ということで、今回のお話を通して少しでも JNIT の活用や Java 開発の品質改善に役立ててもらえたら幸いです。では最後にちょこっとだけお話しさせてください。ズバリツールの宣伝をさせてくださいということでですね、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、デモで出てきたツール、実はですね、パラソフト社が提供している JTest というツールになります。こちらはテスト工数の大幅削減とセキュアで高品質な Java システムの開発をサポートする Java 対応のテストツールです。1000ルール以上も実装したコード解析機能や JUnit のテストをサポートする単体テスト機能、解析結果を見やすくする解析レポートの機能などがあります。デモで紹介した機能です。単体テストの機能を使用すれば JNIT のテストコードの半自動生成機能で、テスト対象のメソッドからテストコードのテンプレートを自動生成することができます。設定でパラメータライズの機能を用いれば、デモで紹介したテストデータのテンプレートも自動生成され、テストデータの取り込みまで実装されたテストコードを出力することも可能となっております。この機能を使えば JNIT のテスト作業時間を短縮することができるのではないのかなと思います。まだまだいろいろ便利な機能があります。静的解析機能を使えば規約のチェックは JTest が検知し、結果もレポート出力され、違反箇所もレポートから確認ができるため、ソースコードのレビュー負荷を軽減したり、解析結果の分析に活用することができるのではないのかなと思います。しかもこの機能を使うことで JNIT でのテストコードの作成工数が最大で 75% の削減、全体の平均では 33% の工数削減を実現することができました。ということで、少しでも JTest に興味を持たれた方がいましたら、テクマトリックススペース JTest で検索をしていただくか、右側の QR コードから JTest の機能を見ていただければとても嬉しいです。
無料体験版もありますので、ぜひご覧になってください。ということで、本セッションは以上になります。皆様ご清聴ありがとうございました。